今回はアセント相場のコーチングなのだランクはシルバーニデイマークトでアセント相場の勝率が0%らしいのだ画質は 720p なのだできるだけ 1080p で投稿してほしいけどスペック上仕方ない人もいるのだ一応ツイッチのポイント交換でそういう画質音質が悪い人向けのコーチングも用意はしてるのだまあとはいえずんだもんはコーチングに関しては基本的に断ることはないのだ ちなみにこのラウンドはレイズがラークしてるせいでエントリー遅れてるからまずいだけなのだラッシュするならエントリーは早ければ早いほどいいっていうのがズンダモンの持論なのだこれに関してはレイズが悪いのだあと今回はあんまり関係ないんだけど個人的にけいなし構成でしょてビーラッシュするならドローンよりもショックダーツなのだピストルは体力的にナノ1個でラッシュ止まるからショックダーツで壊すことが大事なのだ 今の一つアドバイスするとしたらちょっと連打しすぎなのだピストルは適正レートで打たないとまっすぐ飛ばないのだこういうとこ人数有利で無駄に覗かないここ怖いのだ少人数戦ではスキルを死にかねない場所で構えない方が良いのだ噛み合ってたら死ぬのだ今2回死んでてもおかしくないプレーしたのだ後でこういう時のおすすめのクロス教えとくのだまあナイスラウンドなのだ 今みたいな状況だとこんな感じで一人がアッパーを死なないように見るのがおすすめなのだ見る位置はまあどこでもいいっちゃよいのだしっていうならバックがおすすめなのだ損でロワーは2段で見るのだトリプル横に張り付くことでアッパーの車線切りつつロワー見れてしかもそこまでプリエイムされない位置なのだ結構有名なポジだからオフアングルってほどではないのだそしてそこと2段を組むようにもう一人がバックからロワーを置くのだ サイトとロワーの高さが違うから相手目線これで2段になるのだ人数有利ならこんな感じで待っとけば相手にパラみたいな杖スキルなければまあ勝てるかなって感じなのだロワーの2段簡単だし雑に強いからこすると良いのだ以上なのだこのラウンド結構相場で勝てない原因詰まってそうなのだリロード中。 まずここショックダーツ欲しいのだナノスワー終割らないと離婚とかへの返しで起動されてラッシュ止まるのだ実際起動されて止まるのだこれは相場がショックダーツ入れてれば回避できたしここでラッシュ止まったことでヘニはポジテに積んで死んだのだあとこれもオーメン以外全員見えたからビーヨンなのだそもそもレイズが開幕で最中離婚もらってナノ無視してパッと入ればいいんだけど このランクのデュエはエントリーを制しそんなことできないのだだからショックダーツが重要になってくるのだそしてこれ開幕 A ロビーリコンでクリアされてたシキルジョイがエリアホールドしてないからプッシュケアなのだここのリコンはいらないかななのだどうせスモークで隠れられるし撃つとしたらショートかなって感じなのだ これは単に警戒不足なのだ。後敵的いるかもしれない場所で20発もあるのにリロードするななのだ。リロード壁を割ってるのだ。のまあこれはドンマイかなって感じではあるのだ。レイズやった後戻る選択肢も十分あったけどこれは仕方ないと思うのだ。あと10秒スパイク入手。 まあナイストライなのだ続けて4ラウンド目なのだなんか遅れてたのが刺さってて腐って感じなのだあとここも2個目ケアでショックダーツぶっちゃけショックダーツってないのが6割悪いのだ いるあとの4割は無駄にドローン回す癖なのだ。こんなのドローン回す暇ねえーらさっさと入れなのだ。体で見ればいいとこでドローン回してるせいでカバーも取れてないし味方から遅れてるのだ。相場で勝てない原因は主にこの2つなのだ。他にも細かい欠点はあるんだけど相場で勝てない理由はこれなのだ。 メインンってててもリロードオンで割れててあんまり意味ないのだ。別に11発もあればリロードいらんやろなのだ無駄に情報を渡す必要ないのだまあナイスラウンドなのだあとは同じ欠点の繰り返しだったから飛ばしたのだ試合中の修正力のなさを感じるのだ。 ここフェニウルトのリスポーン位置分かってるから即ウルト展開してフェニをリスカリするのだあとここラッシュ始めてもう15秒経ってて敵寄れてるからこのまま行くのは無理だから1回待ちなのだこれは離婚を打ったから味方が入っちゃって負けたのだ別にラーク待ちとかもできたしマジでもったいないのだラッシュは時間かかったらストップなのだこれはラッシュという意味はあまりにも遅すぎたってやつなのだ 南下守りは動きが消極的すぎるのだ相手はラッシュする時アクションかけてくれるから作敵いらないのに毎回開幕離婚を打ってるのがめっちゃ弱いのだぶっちゃけ相手がドライ進行を使ってくるまでは基本離婚は開幕打たなくていいと思ってるのだプッシュするときとかオーディンでの壁抜きするときとかは開幕使うのだあとはカウンター離婚に置いとくのが強いのだ相手が入ったタイミングで離婚を打ってもく抜きすればいいのだ警戒してない相手だとそれだけで1 2キル持っていけるのだあとこことカフェニがエメイン勝負してるのにカバーもせず後ろにいるだけなのだ特に理由がないなら普通にカバーについて2人で撃ち合ったほうが良いのだここのドローンもいらないしサイと入るまで自分で見ればいいだけなのだ。 この離婚も謎なのだ離婚は貯まれば打てばいいってもんじゃねえのだスキルの使い方が雑すぎるのだ見ていくように離婚欲しいしそもそも A か B かもわからないからメインの情報を離婚で取りたいのだピア入ったあと30秒 こことかも A メイン離婚でクリアできてればより早めれたはずなのだこの離婚は壊しにくいかなって思うのだマードンマイではあるけど普通にできること無限にあったからもったいないのだ守り合ってること一緒すぎてコーチング内容さっきのラウンドのやつとまるか無理だったから飛ばしたのだ うまくスキル使えないならもうなんかスキル一切使わず適当なオフアングルでオーディン持って仁王立ちしてた方が強えんじゃねえかって思ったのだリテイクに全スキル残しとけば仕事はできる視察に勝てそうなのだこの離婚ショート動画で紹介したいメインとロビーを策敵する離婚なんだけどあくまで相手のローテを確認するための策敵離婚で。 あんまり開幕打つものではないのだまあそもそも開幕離婚が強くないこれだけ覚えて帰るのだあと開幕離婚打つならたまには A メインプッシュしたいなって思うのだ相手のオーメンが守りでやってたようなことをするのだおミット取られて情報ないからメイン取りに行く判断か って思ったんだけどなんか即キャンセルしてて草なのだせっかく出したならちゃんと奥まで見ろなのだあとなんで離婚って感じなのだ死んでないの奇跡と言っていいと思うのだこことか離婚あったら返して止めれてたのだスキルの無駄遣いがひどいのだ まあ総括としては攻めはショックダーツを使うことと無駄なドローンをなくすこと守りは無駄な開幕離婚および無駄なドローン無駄な離婚をなくすことなのだそしてカバー意識が混じれないからちゃんと銃で味方のカバーをしようって感じなのだまあ典型的シルバーって感じなのだよく言うとのびしろしかないのだ GG なのだ高評価よろしくなのだそれではアデュー